はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ザラで爆買いをしました。イエーイ。ちょっと久しぶりな気がします。私的にどうだろう。でね、もう今回のザラの購入品が、先に言うんですけど、めっちゃ可愛くて、もう多分過去一ぐらいのレベルで可愛いものをたくさんゲットしたので、ぜひぜひ期待してください。本当めちゃくちゃ可愛いです。で、今回洋服だけじゃなくって、あのザラビューティー、ザラコスメもいくつか買ったので、それもね最後に紹介したいと思います。ということで、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。これがね、あのコートなんですよ。ピーコートみたいな感じかな、ロングではないので、なんですけれども、カーキのコートをゲットいたしました。これウールが入ってるので、すっごいあったかいです。カーキのコート私持ってなかったので、今回買ってみたんですけども、このねめちゃくちゃ可愛いポイントが多分チラチラ見えてると思うんですが、ところどころに赤い布が使われてるんですよ。この袖のベルトの裏だったりとか、襟のね裏にも使われてたりとか、あとこの後ろにもこんな感じで使われてたりとか、ポッケのところとか赤いのがちょっとチラチラっと見える感じがめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。すっごい可愛いなと思って、私今回このピーコートをスウェットとかと合わせていきたいなっていう風に思ったので、ちょっと大きめがやっぱいいかなと思って L サイズを購入したんですけど、多分元からこれちょっとオーバーな作りだとは思うので、私は L サイズですごい良かったと思ってるんですけど、まあ、M とかでもワンチャン良かったのかなっていう気はしました。で、まあコートにしてはそんなに重みもないかな。ピーコートはやっぱり丈が短いっていうのもあって、ロングコートとかに比べると重みも少ないので、冬でも肩こりとかあんまり気にならないような気がします。でも全然安っぽいとか生地がペラペラっていうわけではなかったので、このコートはすごい気に入ってます。で、袖のボタンはこんな感じになってて、何柄だろう、ライオンかな、これわかんないけど、ボタンに彫刻が入っております。で、これ肩パッドも入っているので、肩もしっかりと形を保ってくれて、とっても綺麗に着れるピーコートでございます。これお値段 12,990 円なんですけど、ザラにしてはちょっとお高いって感じるかもしれませんが、ウールが入ってるっていうのがやっぱりあったかいので、冬までしっかり使えるアウターなので、まあそのぐらいなのかなっていうのは思います。続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。私結構ザラでなんかこういったシンプルなトップスをよく買うんですけど、最近私寒くなってきて長袖とか着るときに、なんかわかんないけどね、トップス全然ないなってなる時がすごい多くて、ニットとかならあるんですけど、こういうインナーというかちょっとタイトめなアウターとかも羽織れるようなトップスっていうのがあんまり持ってないのかなって思ったので、今回またこれを買ったんですけど、これがねサイドにこの紐が通っていて、ここをちょっとクシュッとシャーリングできるような感じのトップスです。もうめちゃくちゃシンプルで、丈もちょっと短めかなになっているので、すごく使いやすいトップスだと思います。まあこれは絶対使えるだろうと思ったので2色買いをいたしました。やっぱりブラックとホワイトはすごく安定に使えるものなので、こちらともねゲットしてみたんですけど、こっちの白がね若干やっぱ透け感がどうしても出てきちゃうなっていうのがあるので、そこがちょっと気になるっていう方は、肌なじみのいい下着だったりとか、あとキャミとかを中に着るとそのラインがすごい見えちゃうと思うので、なんかヒートテックとかそういうこれよりももっと薄手の体にフィットするようなインナーとかを着てあげて着るのがいいのかなっていう風に思いました。こちらの値段が1990円でございます。続きまして4つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。このねニットなんですけど、ハーフジップのニットザラでもねゲットいたしました。ハーフジップは今年はマストアイテムなので、私も色々と購入してるんですけど、今回カーキのねハーフジップニットをゲットいたしました。カーキっていうだけでちょっとミリタリー感が出るので、私すごい好きなんですけど、ここにもね大きめのポケットがついてたりとかして、シンプルすぎなくてデザイン性もしっかりとあるし、襟もねほんとしっかりと分厚いので、襟がこう立ってくれるっていうか、しっかりと形を保ってくれそうだなって思います。これ結構ね重みがしっかりとあるニットで、その分生地もしっかりしてるんですけど、しっとりした感じのニットって言えばいいのかなになっていて、とてもね肌触りも良くて着心地も良かったです。裾だったり袖だったり襟がリブになってるのがやっぱり可愛くて、これもねポイントになるかなと思います。こちらのお値段が6,990円でございます。続きまして5つ目がじゃん、今着ているこちらのトップスなんですけど、気になってた方もいるかもしれませんが、このニットめっちゃ可愛いですよね。オレンジなんだけどパキッとしたオレンジではないので、めちゃくちゃ肌なじみが良くって、あとこういうグラデボーダーっていうのかな、グラデーションになってボーダーになってるやつが最近すごくいろんなブランドとかでも出ていたりとかして、すごく人気な柄だと思うんですけど、やっぱこれがねめっちゃ可愛いですよね。ボーダーほどパキッとしすぎてないから、とてもなんか使いやすくって、でおしゃれにも見えるし、こういったアイテム私もすごく注目してるんですけど、オレンジとブラウンっていうすごい温かみのある感じのニットで、これがねアルパカウールブレンドセーターって書いてあって、結構ねこれ1枚でも十分あったかいです。今も割
とポカポカしてるんですけど、全然冬とかでもあったかく着れそうかなって思ったんですが、これがね、値段が6,990円なんですよ。これもちょっとニットの生地感的に薄いっていうか、さっきのニットよりも分厚さで言うと薄いんですけど、ただそのアルパカウールも入ってるし、めちゃくちゃあったかいので、なんか最初私も届いた時にあ、こんな感じなんだと思ったんですけど、着てみてそのあったかさで納得しましたただ一個ちょっとね、着てるとチクってしちゃうんですよね、素肌に当たると。なので私も今コロンティを重ねてるんですけど、これ着る時は中にそういうインナーとか肌を覆ってからこのニット着てあげた方がチクチク感とかもないかなと思うので、特に敏感肌の方だったりとかはそうやって着るのがいいかなと思います。続きまして6個目がじゃじゃーん、こちらでございます。こちらのブラウンレザーのブレザージャケットなんですけれども、私もう去年からもうレザーのジャケットが欲しくて欲しくてたまらなかったんですよ。でもなかなかいいのが見つからなくって、ずっとどうしようどうしようって悩んでたら冬終わっちゃって、あ、買えなかったなって思ってたんですけど、今年ただのブラウンレザーのジャケットを見つけて、これなら可愛いかもと思って買ってみたんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。でね、これ肩パッドがほんとしっかり入ってるので今時のシルエットになるんですけど、レザーもほんと安っぽく見えないレザーで、しっとりしたレザーっていうか、なんかこう変にテカらないレザーかなっていう風に思ったので、割とこれ高見えするんじゃないかなって思います。このジャケットは買って私正解だったかな。こちらのお値段が6,990円でございます。続きまして7個目がじゃじゃん、こちらでございます。さっきのレザーのジャケットがですね、セットアップなんですよ。別々で売られてるんですけど、セットでも着れるよっていうアイテムで、パンツも今回ゲットしました。このパンツがね、私的に大優勝。本当に可愛いし、シルエットもめっちゃ綺麗だし、履き心地も良かったりとか、あとサイズもね、私すごいぴったりでした。これ丈もしっかりあって、ちょっとウエスト緩いかなっていうのがあったんですが、全然そんなずり落ちてくるとかいうわけではないので、まあ、そこはベルトとかで調整しようかなって思います。結構タイトめなフレアパンツっていうか、この裾のところにスリットが入ってるんですよ。この感じで前にこうスリットが結構深めに入ってるので、これが着た時にパサってなってちょっとフレアっぽく見える感じのシルエットで、裾にスリットが入ってるので縫い目が前に来てるんですよね、真ん中にサーッと。それがやっぱ足をサラッと見せてくれたりもするし、後ろもね、ポケットも割と大きめで、後ろ姿もすごく綺麗に見えるかなと思います。これ前のポケットはね、もう完全フェイクでした。なんかレザーっていうとちょっと硬いイメージとかがあるかなとも思うんですけど、まあめっちゃストレッチ効いてるわけじゃないんですけど、ちょっとはストレッチ効いてるので、そこも履きやすいポイントですね。もう一個すごい私好きなポイントが、この裏がねちょっと起毛になってるっていうか、スウェードっぽいっていうのかな、なんかちょっとこうね、ふわっとした素材になってて、これがもうマジであったかい。だってこの生地にレザーなので、シンプルに考えてめちゃくちゃあったかいんですよこれ。だから冬もねこのパンツで乗り切ろうと思いますこちらの値段が5,990円でございます。続きまして8個目がじゃじゃーん、こちらでございます。もうね、私の購入見て思った方いると思うんですけど、秋カラーが私大好きすぎて、もう秋ほんとたまんないんですよ私個人的に。オレンジ、ブラウンとかカーキとか、ほんとそういうカラーがもう大好きなので、これもねカーキなんですけど、このパンツめっちゃ可愛くないですか。色合いがすごく可愛かったのでそこに惹かれて購入したんですが、すごい深いグリーン、カーキカラーで、今回私が購入しているカラー、ブラウンだったりとかこういうオレンジとかにもすごく合うカラーだし、もちろんモノトーンにも合うカラーなので、意外とこういうカーキカラーは使いやすいんじゃないかなって思ってます。結構ハイウエストになってて、形的にはストレートパンツかな。しっかりと丈感もあったりとかして、高身長の方にもおすすめなパンツになってます。これ後ろから見た時もね、すごく形が綺麗なんですよ、このヒップの形が。そこも私は気に入ってます。すっごい眩しい、めっちゃ夕日が出てきましたね私の夕方になるとこんな感じでね、夕日が入ってくる家なんですよ。だから逆にお昼とか朝を動画撮るとなんかちょっと明るさ足りなくないみたいな感じになるんですけど、だから YouTube 撮るのにねちょっと向いてない部屋かもなんですよね、今更っていう。引っ越す時はこの夕日が入ってくるのがすっごいいいなって思ってここにしたんですけど、よくよく考えたらやっぱ朝とかお昼は太陽入ってこないので、なかなかYouTube 撮る人の家には向いてない家だったかもしれないですまあその話はどうでもよくて、このパンツもねすごく可愛くて気に入っております。こういうカーキのパンツ私持ってなかったので、こちらゲットしてみました。まあいつもデニムのブルーとかブラックとかが多いので、こういうちょっとカラーのものとかも履いていこうかなと思います。こちらのお値段が5,990円でございます。続きまして9個目がじゃじゃん、こちらでございます。ネックレスなんですよこれ。
どんだけぶっといのって感じだと思うんですけどなんかやっぱ私結構シンプルなお洋服とかも好きなので、そういう時とかはやっぱりアクセサリーとかでちょっと癖をつけてあげたりとかっていうのもよくやるんですけど、私ザラのねアクセサリー何個か持ってるんですけど、大ぶりなものとかも結構あったりとかして、すごくこうアクセントになるものが多くて好きなんですけど、今回このシルバーの二重になってるネックレスを買ってみました。可愛いですよねこれも。これは秋冬だけじゃなくって、もちろん夏とかにも使えると思うし、夏ってやっぱ秋冬よりもシンプルな格好が増えるので、そういう時にも使えるんじゃないかなって期待してますこちらのお値段が2990円でございます。続きまして10個目がじゃじゃーん、こちらでございます。このバッグめっちゃ可愛くないですか。私これ見た時に、はい一目惚れと思って、はい一目惚れと思ってないな、はい可愛いと思って一目惚れしたバッグになっております。これがめっちゃ可愛いんですよ。ムートンジャケットがすごい流行ってると思うんですけど、まあ、それのバックバージョンみたいなことですかね。ここがムートン素材で、外側がボアになっていまして、取っ手はレザーで中もボアなんですよ。こんな感じでめっちゃ可愛いですよね。これ結構大ぶりなバッグ、大きめなので、なんか普段使いというよりはそのパソコンとか持ち歩きたいなっていう時に使おうかなって思ってます。なんでこんなムートンって可愛いんでしょうね。私ムートンブーツ、私が多分小学校ぐらいの時にめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。ムートンブーツすっごい履いてたんですけど、またムートンブーツが再熱して、アグのムートンブーツ私最近すごい欲しいんですけど、まだ買ってはいないんですが、本当ここ最近でムートン愛がまた増してきてるんですが、ついにバッグにまで手を出しましたさっきちらっと見えたかもしれないんですけど、中にねこんな感じでポーチもついてきました。薄めのポーチ、レザーの。これも何かに使えそう。めちゃくちゃ柔らかい素材なので、とても使いやすそうだなって思います。こちらの値段が7990円でした。7990円ちょっとねバッグで高いかなって思ったんですけど、まあこの大きさもそうだし、いろいろ生地がねたくさん使われてたりとかっていうのもあるので、まあそのぐらいするかっていうふうに思いました。はい、ということで以上が、まあ、アパレルとか小物系でございます。ここからですね、さっきオープニングでも言ったコスメの方を紹介していきたいと思います。って言っても今回ね全部リップなんですよ。ザラのリップ私もねすでに何個か持ってるんですけど、すごい可愛い色があって追加で購入したので、それも紹介していきます。ということで今回購入したリップこちらでございます。この普通のリップスティックのやつで、形がちょっと面白くってこんな感じになってて、これがあのザラの Z あるじゃないですか、あれをちょっと意識して斜めになってるんですよ。こちらを4色今回買ってみました。じゃあ1個ずつお色味紹介していきたいと思います。まず1個目がですね、今私がこちらつけているカラーなんですけど、このリップの色すごい可愛くて UM705 番のカラーです。こんな感じになってます。裏みの強いリップなんですけれども、実際唇にのせるとちょっと赤みがやっぱ出てくるかな。私もう少しブラウンが強くても良かったんですけど、唇にのせるとやっぱり少し赤みが出て、なので使いやすさはあるかなっていうのは思います。でこのザラのリップなんですけど、こんな感じでね取り外しができて、ケースとね別々で届くんですよ。で後から自分でこうピシッと入れる感じなんですけど、ただこれねあんまり奥までやりすぎると回す時にすごい硬くなっちゃうので、一回止まるところがあるんですよね。ほんと軽めにやってあげると出しやすいです。これをねもっとキュッと奥までやるとめっちゃ硬くなってあんま出なくなっちゃうので、ここがちょっと気をつけるポイントかな。これはもう塗ってるんですけどね、こんな感じですね。すごいダークリップでめちゃくちゃ発色もいいです。ほんとクレヨンみたいな感じかも。軽くパッてやってもしっかりつくので、逆になんか薄付きにしたいっていう方とかはちょっとつきすぎちゃうかもしれないぐらい発色が良いので、薄くしたい方は手とかに取ってあげてのせていくのがいいかなって思います。続きましてがじゃじゃん、こちらの UM611 番ございます。これはね見る限りさっきの色よりも紫みが強いかなっていう感じがします。なのでより赤っぽく発色するんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこんな感じ。はい、結構色変わりますね。実際塗ってみると結構明るかったな。ほんとカシスカラーみたいな感じで、割と紫みの強いカラーですね。でもこういうリップも可愛いですよね。すごく秋冬っていう感じのカラーがします。めちゃくちゃ。続きましてじゃじゃん、こちらの UM703 番でございます。これは赤みが強くってちょっとブラウンベースな感じかな。これも出してみます。はい、こんな感じです。赤リップですかね、種類的には。ブラウンベースなので柔らかい感じになって、とても秋冬っぽい、すごく使いやすいカラーだと思います。でラストのカラーが UM701 番、これが一番ヌード系なリップですね。私すごい可愛いなと思って買ってみたんですが、出してみます。
あ、かわいい。こんな感じ。オレンジ味がしっかりとあるベージュ。でもコーラルっぽいのかな、どちらかというと。もう少し私くすんでて欲しかったなっては思うんですけど、でも顔色は結構明るく見えそうなリップになっております。はい、ということでこんな感じの4色をゲットいたしました。多分見てもらってたので分かると思うんですけど、マジで発色いいので、仕上がりは全部マットになってます。ツヤはあまりなくマットな感じのリップになってますね。今回こちらの4色をゲットいたしました。はい、というわけでですね、今回はこんな感じでちょっと久しぶりに爆買いしたので紹介してみました。いかがでしたでしょうか。気になるアイテムとかあったかな。でも今回本当可愛いのたくさんあったので、多分みんなどれか一つはこれ可愛いっていうのがあったんじゃないかなとは思うんですが、どうでしたかね今回も本当に全部当たりな購入品だったので、どれもおすすめなので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。